寺園ートは、日本の男子バスケットボール選手である。宮崎県出身。身長171センチメートル、体重70キログラムで、ポジションはポイントガード。B リーグ B1 の出番が北海道に所属している。背番号4。宮崎県内の高鍋賞1年バスケ生活を、スタート。2006年小学6年生、全国ミニバス大会で、ブロック準優勝。 延岡学園小学館中学校2年、新潟全中に出場。2位で決勝トーナメントに進出1回戦敗退。延岡学園高校1年、チームはインターハイ出場。ウィンターカップは主力として出場。2年、インターハイ国体で優勝。その年のウィンターカップでは渡辺優太率いる人生学園高校を決勝で破り優勝。 高校バスケ三大大会であるインターハイ国体ウィンターカップで3冠。3年インターハイウィンターカップ両大会で優勝2連覇大会ベスト5に輝く2012年8月第22回フィバアジア U-18 男子バスケットボール選手権大会に選出され主力として活躍延岡学園高校卒業後東海大学へ進学 2014年の2年から主力として活躍し、3年連続でインカレ準優勝。4年、インカレでは関東賞、ミップ3ポイントを受賞。2017年4月、九州電力へ入社。九州電力アーティサンズへ加入。9月、全日本実業団バスケットボール競技大会、準決勝で JR 東日本や秋田に敗れ3位決定戦で、 富士通に勝利し3位。10月、愛媛国体3位。11月4から5日、全日本社会人バスケットボール選手権プレ大会4位。11月24日、ストリートボールに参加。2018年2月、高松の宮記念杯第50回、全日本実業団バスケットボール選手権大会3位。5月、死に物狂いでバスケをやりたいという思いから、 B リーグ挑戦を表明。翌月6月、B リーグに所属するサン・エンネオフェニックスと契約。2021年をオフ、出ワンが北海道演説。ありがとうございます。